中沢臨戦中沢臨戦10月28日から1920年8月9日は日本の文芸評論家、電気工学者。本名は茂尾。長野県稲郡台、草村出身。聖火である塩沢家は陽明酒の製造元であり、地元の名家であった。旧制松本中学に入学し、二年上の久保田うつぼ。 一年下の吉江高松らの影響で文学に興味を持つようになる。修学卒業後、第二高等学校に入学。ここで次第に西洋文学に興味を持つようになり、特にビクトル融合のレミゼラブルに熱中した。1899年、南安住郡安沢村の中沢洋作の養子師に入ると同時に結婚し、中沢生となる。1901年、上京し、 東京帝国大学工科大学に入学。専攻は、電気学であったが、文芸に対する熱が冷めたわけではなく、翌年には、久保田、吉江、幼いカオルラと同人し、山彦を創刊する。これがきっかけで、国木田ドッポーらと親しくなった。大学卒業後、東京電気鉄道会社や、京浜電気鉄道会社などで技師として働きながら、1905年、 初の作品集である、民歌集を出版。以後も、文芸評論や、翻訳の発表を続ける。京浜電鉄の社員としては、1909年、羽田運動場の建設に大きく関わった。1911年には、同運動場で開かれた国際オリンピック、大会選手予選会のマラソン競技のコースを、参謀本部の地形図を使って精密に測定した。 正しい悪天候の中、三人も世界新記録をマークしたため誤則を疑われ、即座に否定している。1912年、トルストイ論が掲載されたことをきっかけに、中央公論で多く評論を発表するようになる。特に1914年から1916年にかけては文芸辞表欄を担当した。1916年には、長野へ帰り、 会社経営をしながら文芸活動を続ける。この頃には唯一の小説作品である嵐の前も発表した。1919年頃から健康を害し、1920年8月9日、陰頭結核により死去。AB 川本信政、本会の創立、日本体育協会50年史日本体育協会。 1963年10月1日、21ページ。全国書詩番号、6500万2514、前田明、明治の文学者たち記、佐きまさ木き日記。ありがとうございます。